清里テラスという場所に向かっています。現在山梨の山中湖近くですね。深夜の2時前です。近くに、道の駅あるんで、そこで車中泊をしてから朝早くから清里テラスに行って、その後は、キャンプに行くか、観光を楽しむかっていうところなんですけど、ちょっとね天気がね相変わらず雨なんですよね。 50% で雨ですね、私の場合。なのでこの天気が晴れなければ清里テラスに行くことはないでしょう。はい、とりあえずお腹空いたので、どっかでセブンイレブンか、24時間やってるファミレスとかでお腹を満たしたいと思います。てい、お店がどこもやってないのでセブンイレブンでご飯食べたいと思います。見てください、お腹空きすぎて富田がっつりこの時間に、かわいいでしょ。お腹いっぱいごちそうさまでした。今まで富田のラーメン3回ぐらい食べたことがあるんですけど、今まで食べた中で一番美味しかった。この時間に食うのがこりゃハマるわ。ちょっとお腹いっぱいなんで、あと到着予想まで1時間半あるんで、その間に消化しつつですね、道の駅でゆっくり寝たいと思います。では後ほど。それはたぬるだけだけじゃない、ないけど否めない、でも離れたいの。道の駅清里に着きましたけど、相当広いなここ。夜なんでちょっといまいちわからないですけど、あ、これ待てよ、大丈夫か。ここでちょっと場所見つけて休憩したいと思います。道の駅南清里、やはりかなり大きな道の駅ですね。起きた時にどんな感じで賑わってるのか楽しみです。ではおやすみなさーい。おはようございます。朝8時でございます。 2,3 時間寝れたかな。道の駅の朝でございますね。やっぱりまだ営業前ということで結局静まり返ってますね。一つ気になるのがね、あ、何でしょうね、なんだろう、リフトみたいなのあるな。ちょっと時間ないんで行きませんけど、今から清里テラス向かってみたいと思います。はい、はい、改めまして、おはようございます。ちょっと後ろの荷物がキュッキュキュッキュうるさいですけど、あ、気持ちいいですね。空がなんか近い感じするんですよね。もうね、あと10分くらいで、清里テラスの乗り口っていうんですか、リフトの、なんだっけ、ケーブルカーか、ケーブルカーの乗り口に、着きますので、そちらまでね。はい、着きました。20分前なんですけど、リフトですね、リフト乗り場、これスキー場なのかな。20分前ですが、もう人いますね。これ天気どうなんだろうな、楽しみでしょうがないです。嫌だな、これ骨肉の争い始まりますよ、これ奪い合い、いろんなところの。ちょっと並びます。
ただいまチケットを買い終わりまして、今からリフトですね、リフト乗り場に向かっております。一応ね、2番目か3番目にチケット買えてるので、清里テラスの席、椅子に座れるかなと思います。まだねリフトが空いてないので、久しぶりだなリフト乗るの。施設がね綺麗ですね。リフト、いやいいですね、リフト気持ちいいわ、すごい気持ちいい。もうちょい上上がったところでまた撮りますね。後ろ撮りたいけど後ろ振り向くの怖いな。だいぶ上まで来ましたが、まあ景色はそんなに変わんないですね。このリフトを降りてから、テラス席ですね、テラス席を奪い合う争いが待ってるかと考えるとね、ちょっと緊張しますね。さあ到着します。景色はねまだ見せないでいきたいと思います。席が取れた後にお見せしたいと思います。では降ります。はいはい、着きました。無事ですねテラス席取れました。席の数少ないんで、これ本当にね早く取らないとやばい。で30分一つの席開かないんで、早く来て正解でしたね。で、景色ですが、ドド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 、あいよさ、見てこれすごいよ、これ伝わるかな、ほんとすごいんですけど、来たかいあった。横ギリギリまで映しますか。気持ちよすぎますわ、寝ちゃいそう。これふと思ったんですけど、この砂時計の砂が全部なくなって約30分なんですけど、もうねこのテラス席をどいた瞬間にこの席をめぐって争いが起きるんじゃないかなって、すごい不安な気持ちになりますね。列がないんですよ、待ってる列がないから、たまたま近くにいた人が取れるみたいな、早いもん勝ちなので、これ休日は違うのかな、平日だからこうなのかな。これね先に取れなかったら結構しんどいよ、このテラス席待ち、列がないっていうのはね、なんかうずうずしますね。はい、30分終わりましたね。こういうところもやっぱりねマナーの悪さ目立ちますね。明らかに、まあ私の前にいた人たち、砂時計あるじゃないですか、砂時計ひっくり返してないし、その人たちねもともと私が一番最初にチケットを買ったのに、チケットを買ってない人間がリフト乗り場に先に行って、その後にチケットを買った人間が合流するっていう強引な方法で先頭を取られたんですよ。その人たちまだ座ってるんですよね。しかもその時ひっくり返してないから、ずーっと座ってるつもりだと思う。あれやばいわ、大人として。ほら見えますか、砂時計下に溜まったまんま、この人たち一番最初に座ってるんですよ。やばくない？今やっとひっくり返しましたね。あれ故意的にやってんな、あの人気分悪いわマジ。結構30代後半とかですよ。やば、毒気全くない、周りの人みんなどいてんのに。はい、というわけで気を取り直して、景色ご覧ください。こっちがねプレミアムシートらしいですね、有料。あれも45分ぐらいだね。
景色。いやこいつらまだ座ってやがる。やばいんだが、何考えてんだ本当。あ、すみません取り乱しました。帰ろうかなと思ったんですけど、今ね10時40分、もうねまだいるんですよあの二人。これちょっとさすがに店員さんに行って注意してもらった方がいいかもしれない。レベルここに上がれたのがだいたい9時半ぐらいだから、もう1時間10分ぐらい独占だから、2交代も他の席は終わってるんですよね。だけど一席だけずっと変わらず、男も女も何考えてるかマジでわからない。あ、すみません、また無事になっちゃった。じゃあちょっと今からリフト下ります。はい、というわけで、清里テラスですね。今帰りです。帰りのリフト怖いね、結構早い。本当にいい場所でした。ぜひあの山梨県の北の方で用がある方はね、ぜひ来てみてください。本当におすすめの場所です。まあ、最後はね、マナーの悪い客見てちょっと不愉快な感じにはなってしまいましたけれども、この場所はね本当に天気さえ良ければ本当にいい場所です。また来たいぐらい。はい、というわけでご視聴いただきました。ちょっと今最後すごい噛んじゃったんでカットしましたけど、ご視聴いただきましてありがとうございまして、はい、またカットしました。また噛んだわ。ご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録高評価などしていただけたら嬉しいです。ではまた次回の旅で、バイバーイ。